はい、こんばんは。こんばんは。今日はですね、実は2人いて、はい、MC の斉藤さんがお休みということで、MC の小林です。よろしくお願いします。はい、アイラブ横浜の代表管理人をしております、佐藤勇と申します。よろしくお願いいたします。実はですね、はい、佐藤君、今日はゲストという形でお呼びしたんですけど、はい、MC みたいになって、もう2人で対談ですね。まあ、そんな感じで、はい、ゆっくりと年末のいろんなお話もさせていただければと思います。いろいろこれから多分いろんな活動が多分出てくるでしょう。ね、今日この後もいろいろとお話をさせていただこうとは思うんですけど、アイラブ横浜のグループのメンバーと一緒にサンタ清掃というものと、あとキャンドルカフェという2つとも街をきれいにするというテーマでやらせていただくイベントがありますので、そのお話も後ほどゆっくりね、はい、聞きましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあまずですね、佐藤さんのちょっと自己紹介を、はい、はい、お願いします。はい、アイラブ横浜という、ネットで今ご覧になられている方もおられるかと思いますが、ミクシー、フェイスブック上で、横浜好きの方々がネット上で集まって、でいろんな横浜のさまざまな話題について共有する、そういうネットワーク隊があるんですね。そちらの、管理をさせていただいておりまして、でオンラインのメンバーの力を、さらにオフラインリアルの世界に持っていきまして、それで町おこしを、お手伝いさせていただくと、それを面白おかしく町おこしをやっていくという、いいね、そういう団体といいますか、ネットワーク隊という、そんな感じですね。これは何年前ぐらいから始まったんですか？ですね、ちょうど2004年に日本ではミクシー、海外ではフェイスブックが始まった頃でして、その頃にちょうどスタートしました。もともとあれですよね、僕もそうでしたけど、はい、ミクシー中心でやられてましたよね。はい、そうですね、はい、2004年だからもう11年、もうそれ以上、そうですね、随分経ちますね。ね、はい、今ミクシーでいうと何人、その、ミクシー上だと9万弱、うん、8万数千とか、8万人で、フェイスブックの方の各グループ、うん、今普通に本体以外に、カメラ好き、グルメ好き、水辺好き、さまざまなグループが集まっておりまして、それの総数をちょっとこの前調べてみましたら、10万4000人。10万人超えた。来ましたね。すごいね。だそれだけ街のやっぱり魅力があるっていうところなんでしょうね。その横浜が好きだよっていう、その人たちの数が多いからこそ、まあ人がまず集まってくる、でさらにそこから今度リアルに街を良くしていきたいっていう人たちがたくさんいるんだなというのは実感しましたね。いや僕ね、やっぱそこだと思うんですよ。はい、普通ね、こう SNS とかで、はい、まあコミュニティ作って、はい、まあいろいろネット上で、まあやり取りするのあるじゃないですか。それはいろんなところであると、はい、いろんなところでありますね。佐藤君のところは、会うんだもんね、実際にね。それ多分、はい、一般的なオフ会とかっていうのはあるかもしれないけども、はいはい、実際にこういうことをやりましょうと、でそれ多分一番アイラブ横浜で大きかったというか、一番やったのが清掃だよね、はい、ずっと続いてるのがね。そうですね、累計数で言いますともう1万いってるかもしれませんね、累計参加者数、参加者数、はい、延べ1万人以上いってますね多分。そうだ、それはもともと2004年から始めた時に、はい、まあ横浜のことが好きな人集まりましょうってやったじゃないですか。はいはい、そこでなんで清掃っていう話になったの？そうなんですよね、これも本当に結論から言うと本当ご縁がご縁を生んでという形なんですが、まず SNS というのがネットの世界でできました。ミクシー、フェイスブックっていうのができました。でそこで横浜好き集まれって呼びかけをしたら、いろんな人たちがまず集まってきました。集まってきたら今度はなんか交流会しようよ、これがオフ会って言われるものですね。で大体他のイベントはオフ会で大体終わるんですよ。そうだよね、でまあ楽しんで終わりっていう形なんですが、横浜好きの方々は、せっかく集まったんだったら、何か横浜のためにやろうよという声が中から出てきまして、中から出てきたんだ。そうなんです、やろうぜって言ってるんじゃなくて、はい、なんかこうオフ会やってたら、はい、なんかやろうよ、なんかやろうよ、向こうから、はい、参加者から。そうですね、すごいね、はい、それはオンライン上でも、ある高校生の一言で動き始めたりとか、花火大会の後のゴミがすごく汚れてると、横浜の街ってゴミが、ね、多いとこと多い時があると、なんとかしたいよね、きれいにしようよ、いいねいいね、俺もやるよ、こんな感じで声が出てきたっていうのもちょうどその頃だったんですね。ちょっとね、はい、今画像があるらしいんですけど、はいはい、こんな感じで集まってるわけですね。はい、これはちょうど中区とアイラブ横浜が共催で行ったイベントですね。これもすごく珍しいって言われてるんですけど、自治体とそういう
まあ、SNS から始まった団体とか、はい、一緒になって共催でやって共催という、うんうん、これ協力とか、うん、場合によっては講演というのはあるんですね。あるね。講演申請書を出してという、うんうん、はいはい、ただ共催となりますと、うん、例えばこれ私が清掃の前に喋った後に、うん、区長も喋る、お区長も参加をするっていう意味では共催なんですね。一緒にやりましょう、ね、一緒にやるという、はいはいはい、だすごくそういった意味では1位ネットのコミュニティから生まれた団体としては珍しいアクション、うん、そうだよね。そうですね。でこれもオンライン上の我々とオフラインの既存の組織、うんうん、町内会と連携してやってるという感じですね。はい、もう老若男女ものすごくいらっしゃるんでしょ。そうですね。ねえ、メンバーの方ね、高校生大学生レベルから、うん、まあ、引退された方まで幅広く参加しているっていうのが特徴ではあるんですけど、うんうん、その中でも主体で動いてるのはだいたい20代から40代という一番なんか地域動き盛りというか、そうですね、うんうんうん、ただ一番地域貢献しない世代といいますか。ああ、そっか。でも仕事や趣味で忙しくて忙しい、ね、うん、なかなか地域でそういった活動をしない世代があえて多いっていうのが、うん、非常に特徴かもしれませんね。それはあれなのかな、はい、やっぱこう、まあ、ネットの社会というか、はい、の特徴でもあるのかな、うん、やっぱその世代の人たちっていうのは、あー、そうですね、まあ、多いじゃないですか、はい、でだけどやっぱこうやって実際に活動するっていうのもね、はい、そういう世代の人たちがこう入ってくるってものすごく新しいというか、うん、そうですね、すごいね。それで自治体も巻き込んで、うん、巻き込んでという自分たちの街をきれいにしましょうという、はい、すごいね、すごいことやってるね。そこはすごく本来であれば、うん、各地元の、まあ、ローカルコミュニティって言われる町内会であったりとか、うん、そういったところが本来は担うべき部分だと思うんですね、うんうんうん、ただ残念ながらなかなかその町内会っていうのが、うん、我々の世代からすると入りづらい環境にありまして、うんうん、けどじゃあ実際アイラブ横浜こういう活動している背景には、うん、どんな若い世代であっても、うん、多かれ少なかれ地域に何かやりたい、なんか貢献したいっていう、うんうん、なんか元気にしたいっていう地元愛みたいなものは皆さん持ってるんですよ。あるよね。それが昔は自然の流れとして町内会の方に流れてって、うんうん、まあ20代30代が町内会参加して、うん、で40代ぐらいから人をこう束ねる立場になって、うんうん、で50代から町内会4職をやったりとかっていう、うんうん、そういう動きがあると思うんですが、うんうん、今はもう町内会4職になってる方がもう60代70代みたいな形で、そうだね、その下がほとんどいないっていう、うん、だこれはまあちょっと問題点、この社会の問題点ではあるんですけど、うん、逆に今の日本だからこそ、まあ、こういったアイラブ横浜っていう集まりが、うん、まあ、活動できてる一つの事例なのかなというのは感じますね。いやそうだよね、はい、うん、いやこれはやっぱこうなんていうかな、ずっと続けてるっていうのもまずすごいよね。それでやってることによってこう、はい、なんだろう、まあ、僕なんかも一緒にやったことあるけど、まあ、町内会に、ね、入ってきていただけるというか、はい、ね、桜祭りの時に、はい、これですね、ね、ちょうどありがとうございます、こう清掃をしてもらったりとか、はい、これ ね、これ桜祭り の、はい、公園のとこだよ ね、 そうですね、最初のね、福富西公園からスタートして、ね、うん、大震災の直後は大変でしたね。ああ、そうだったね、うん、でみんなで募金活動とかやりながら、はい、やりながらました、ね、そうですね、うん、まあ、桜を見ながらね、はい、綺麗な街を見ながら、それでまたこう、はい、ゴミを拾って街をさらに綺麗にしていくというね。そうですね、うん、活動ですもんね、うん、我々にとってもその横浜の一番旬な時、うん、やっぱり4月の一番旬な時っていうのは、うん、大香川だろうと。おー、やっぱ桜、大香川の桜を見ないで横浜の桜を語る中でみたいなところがありますので、すごいですね、嬉しいですね。私としてはそういった意味ではそういう旬な時を我々も味わってるんですね、うんうんうん、でそういった形で夏は、花火大会、うん、金沢八景であると思うので海の公園で、うん、花火が上がる直前に行うっていう、うん、ここがちょっとミソでして、うん、そうだね、直後は業者とか地元の人がやるんですね、うんうん、ただ直前ってやらなくて、で実は直前だと砂浜にいろんなゴミがあって子どもたちが毎回ガラス片とかロケット花火で怪我するっていう事例が多かったんですよ。ただアイラブ横浜がやることによってそういった事例がなくなったっていうことで地元の方からすごく喜ばれてるというこんな形のことも、いや本当にね、はい、なんて言うんだろう、こうね、今2020年に向けてじゃあ日本のおもてなしどうのこうのしましょう、はい、で何作りましょうとかどうしましょうって言ってるのはあるけど、はい、基本はやっぱり綺麗な街だよね、うん、そうですね、お掃除してお迎えするっていうのは、うん、はい、まあ、基本じゃないですか。そうですね、まあ、家呼ぶにしてもね汚い家に呼ぶっていうのはまあいないじゃない、はい、だ基本的にはまあ誰か呼ぼうよって言った時にはまず掃除するよね、はい、自分家だってね、うんうん、
やっぱそこだと思うよね。そうですね、うん、だから花火大会人がいっぱい来てくれるんですっていうんだったら、うん、まず綺麗にして呼んで、はい、でまた最後にまた綺麗にするっていうのが、そうですね、まあ、一番本当の意味でのおもてなしというかね、うんはいうん、精神的な部分ではあると思うよね、うん、そうですね、うん、あとね僕一つ、はい、あの磯夢君、まあ、長い付き合いではあるんだけど、はい、一緒にこう作り上げたっていうのもあるかもしれないけど、はい、野毛のね、うん、オフ会ね、あ、野毛通手形、野毛通手形、はい、あれは面白かったね。今でもやってると思うけど、この前やりました、やりましたね、うんはい、あれはねこうね、皆さん分かるかもしれないですけど、はい、あの野毛通手形っていうね、はい、あの野毛の飲食店を回る手形があって、それをですね、あのアイラブ横浜さんと組んで、はい、町に来てもらって、はい、それでこうグループを組んで、組んで、野毛通手形を使って、うん、これですね、あ、そうですね、はい、これでこう町を歩くというね、はい、で野毛っていう町もやっぱり、まあ、最近にしてみればね、だいぶ若い子が増えたっていう話になりますけど、はい、まだね僕らが始めた頃っていうのはねまだまだおじさんの街っていうね印象が強かったですよね。そうですね、ちょうど桜木町の駅がね、うん、なくなるなくならないっていうところからだったんで、うんうんうん、はい、それでこうね、うん、それこそ本当にそのネット世代の、はい、若い子たちに来てもらって、はい、野毛散策して、はい、で野毛女子なんて言ってね、はい、なんか数多くのその野毛中毒患者を中毒患者出してしまったからっていういやそういうなんていうのかな、町おこしというか町に入り込んでって、はい、もちろん清掃することもそうだけども、はい、まあ町を一つこう、うん、まあ作るというかね、そうですね、入っていって一緒に魅力をこう、うん、広めていくというか、はいはい、あのやっぱり町ってこうね、あのよく言うじゃないですか、あのよそ者若者バカ者、はい、でそれでやっぱりそういう人たちが今の町ってさっきも言ったようになかなかそうなんですよね、いないんですよね、うん、人材的にね、はい、やっぱそうやって、まあ、バカ者とは言わないけど、うん、まあそうやって入ってきて、はい、若い子だったり他から入ってきてもらって、はい、うん、まあ、街の中でも新しいね、はい、新たな魅力を逆にこう発見するとか、はい、っていうのあると思うんですよね。そうですよね、うんうん、あのぜひいろんな街の方々も、うん、自分たちの街の中だけで人材、うん、ことを何とかしようとかではなくて、うん、もっと広く、うん、あの人材を求めたり活路を見出すみたいな形で、うん、自分の地域から離れて、うん、あえて見ていくっていうそういう姿勢を持っていただくと、うん、また街の活性化もつながってくるのかなと思いますし、アイラブ横浜は本当に、うん、ある意味横浜好きが集まって楽しもうっていうところなんで、そういったコンセプトがあれば、うん、あのどのエリアでもどの町内でも、うん、あの面白ければ参加したいなと思っております。それは何、はい、あの佐藤君にこうなんか何かでこう、はい、なんか一緒にこういうのできないかなみたいな相談みたいな感じで、はい、いろんなきっかけをいただければ、うんうん、あの我々も本当にあの横浜を楽しみたいっていう思いが強くありますんで、うん、ただただやっぱりあのいろんな制約部分っていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、あの気持ちだけは持ってますんで、うん、いやいやそこが大事だよね。ぜひ楽しみながら地域に貢献できたらいいなと思います、うんうんうん。でね、ちょうど、まあ、先ほど冒頭にも話しましたけど、はい、まあ、今までこういう活動をやってこられて、はい、町と一緒に、まあ、横浜と一緒にね、はい、横浜の魅力を発信してきたと思うんですけど、はい、ちょうど今月、あ、今週、はい、今週ですね、もう今週、はいはい、ちょっとイベントがあるというのでちょっとご紹介をしてください、はい、あの動画の方も流れるかなと思うんですが、うん、これはあのちょうど紹介のトピックですね、あの横浜サンタ清掃、うん、浜っ子サンタ記念日というのが、うん、今週の土曜日13時に桜木町初で行われまして、はい、内容は清掃の活動なんですが、うん、皆さんがサンタの衣装に、うん、を着て、うん、で道行く人たちにもサンタさんにゴミ拾ってきてくださいって呼びかけるんですね。でそうね、動画がある、はい、こんな感じですね、呼びかけながら、そうですね、サンタの格好をして、はい、ゴミを拾って、はい、うん、という形でサンタさんにゴミを持ってくると、うん、サンタさんがそのゴミをプレゼントに交換してくれるという、うん、そのような形の素晴らしいですね、はい、企画になっております。これはあれでしょ、はい、そのプレゼントというのは、はい、横浜の企業さんだとか、はい、個人の方が提供してくれて、はい、そうですね、はい、ゴミをね、はい、子供たちがこうやって拾ってきて、はいって渡す とプレゼントに変えてくれる、変えてくれるという、素晴らしいですね、はい、もう横浜の名だたる企業、うん、小林志向株式会社をはじめとしてそれ言ってもらいたいわけじゃないんだよ言ったわけじゃないんだけどね
カスレツアンさんとか、さまざまなフィットケアデポさんであったりとか、さまざまな企業の方々が、協力をしていただくだけでなく、インターネット上でも、皆さんがうちのぬいぐるみいいよとか、文具があるよとか、そういう形でさまざまな寄付をいただきながらやっていくという形ですね。もう本当にだからこう、ね、実際にこう参加されてるというかね、やってる、寒そうな格好してやってるね。まあ、そういう方たちじゃなくて、ただ僕みたいに、本当にこの時期っていうのは忙しくてしょうがないんだけど、という気持ちでね、もう本当きれいにしてくれてありがとうということで、そういうご協賛というかね、もうみんな一緒になってやるっていう感じだもんね。そうですね、こういう形で英語でも発信を、情報を発信しておりまして、もう世界に、多分これはこのコンテンツは面白いなと思うんですよ、海外から見ても、日本人がそのクリスマスのコンテンツをやってると、しかもそれで、日本人らしく掃除をしてると、日本人らしくコスプレをしてると、あ、こんな風にしてなんか日本人って楽しんでるんだっていうところに、クールと思ってくれるかエキセントリックと思ってくれるか分かりませんが、外国人からすると極めて日本人らしい感じなのかなというところですね。でも海外の方ね、ふっと来て、みなとみらい主演というかね、佐賀市長そんなのやってたら、面白いよね。もう英文にも書いてあるんですけど、それはもう大歓迎で、ぜひ日本観光の一環として、横浜で一緒にコスプレサンタの清掃をやりましょう、やりましょうという、そういう呼びかけをしております。これはもう一度ちょっと、今週の土曜日、19日土曜日、13時、これ参加するには何かあるんですか？いや、何も特にいりません。いらないですか？一応Facebook 上、ミクシー上にトピックは上がっておりますので、そちらの方の参加表明はしていただきたいんですが、もしなくても、当日いきなりの参加でも手ぶらで大丈夫です。来ていただいて、じゃあそれはもう手ぶらで行って、そういうゴミ袋だとか、そういうトングだとか、そういうのは全部用意していただいて、終わりは何時ぐらいですか？15時ぐらいには終わるようにしようと思います。2時間ぐらい、ルートとしてはどういうところですか？桜木町からみなとみらい方面に行くルートと、あと関内方面に行く青いコース、これちょっとこれも、サンタクロースっていうと赤い格好なんで、サンタの衣装着てこなくても赤い服でも何でもいいんですけど、実は赤以外にオリンピック5色を今回推奨してるんですね。黒もあるんですか？黒もあります、黒チームです。黒チームは下町エリアをこう巡ってきているので、野毛とか吉田町とか伊勢崎を巡ります。で、青コースはベイスターズカラーで、スタジアムの方を巡ると、その他に黄色、緑、赤という形で、全部で5コースプラス、あとちょっと、親御さん向けのベビーカーで行ける短距離コース、お年寄りコースも用意しています。素晴らしいですね、もう至れり尽くせりじゃないですか。で、終わった後に、それぞれのゴミ袋の色で五輪を作って、それで横浜から東京オリンピックの、ようこそという、またそのおもてなしの気持ちを伝える動画を作ろうかと思ってます。素晴らしいですね。それで街をきれいにして、もうどうぞと来てください、来てくださいと。それでもう一つが、キャンドルカフェ。そうですね、街をきれいにしたら、今度はそのデコレーションできれいにするというね、そちらのちょっとご説明もお願いします。動画の方もあればよろしくお願いいたします。12月の23日、4日ですね、24日はちょうど平日になるんですが、みなとみらいの運河パークを中心としたところで、5000個のキャンドルを投下すると、点灯させるという形です。で、これもちょうど12月の24日というのが、みなとみらいの全館点灯の時間帯ですので、全館点灯でぶわっと光ったところに、下にはキャンドルの揺らめきがあるということで、これは写真の撮りがいがある素晴らしい光景だと思うので、私も今ちょうど横浜中のキャンドルというか、イルミネーションを今調べてるんですけど、それぞれいいとこいっぱいあります、あるんですけど、そのキャンドルを両方兼ねてやるっていう、キャンドルと、なんていうんですかね、イルミネーション、2つが担ってるっていうのはすごい、この瞬間しかないかなと思います ね、 そうですね、これはね、もう今年実は10周年、ですね、なんです。そうですね、第10回目のですね、記念すべき、なんですかね、記念すべき開催というか、そうですね、10周年のメモリアルということで、ですね、いや、これも楽しみですね。そうですね、で、あとその中の企画の一つとして、未来への手紙という企画も新たにスタートしますので、その場でキャンドルの綺麗なところで写真を撮って、撮った写真を、はがきに印刷します。このはがきも特殊でして、広島の、原爆 の、あの慰霊の時に使われる折り紙、折り鶴がありますよね、あれを再利用したものなんですよ。非常に特殊なはがきで、それは何、広島からお預かりとか、いただけ
はい、いただいたので野毛印刷さんの方から、うんうんうん、で再利用したものをご提供していただいてという形 で、うん、でそこに印刷したその日の綺麗なシーンに、うん、来年の自分に手紙を書くんですね、うん、そしたらある日突然それが1年後、うん来ると、 来るという忘れた頃にというか、ね、やってくるという、やってくるというお前頑張ってるかみたいな感じで書いて、ね、あなるほど、ね、子供たちからすると二重跳び飛べてますかとか、あ目標を、まあ、つけてつけたり、あ元気でやってますかとか何キロか痩せてますか、はい、みたいなそうです、俺も書いた方がいいかなぜひぜひ生きてるかとか大丈夫か大丈夫かみたいな、そうすると小さなタイムカプセルのような感じで、うん、ある日突然来るんで、うん、みんな驚くんですね、うん、でそこでまた再びキャンドルカフェの思い出に、はい、を蘇らして蘇ってもらおうかなという、はい、そんな企画も考えています。いいですね、はい、これはね本当にあのキャンドルカフェは、はい、僕もずっとやってますけども、はい、本当にカップル、はい、めちゃくちゃ多いですね。めちゃくちゃ多いですね。もうねだからこれキャンドルカフェやってて、うん、12月のこのクリスマス、はい、ないもんねそういえばキャンドルカフェにずっと食われてますね。私もそうですよね基本的には、まあ、僕事務局長やって、はい、佐藤君が、まあまあ、ある意味実行部隊の、はい長やってる、はい、くれてるみたいな感じなんですけど、はい、2人ともずっとクリスマスはここ何年も、ね、一緒に過ごしてるというね一緒にこうマイクつけてマイクつけてね何なんだろうなっていうね、まあ、まあでもみんな喜んでくれてね。そうですね、うん、横浜にまた来ましたみたいなね、はい言ってくれるんでね、うん、本当ありがたいですよね。嬉しいですね、うん、なんて言うんですかね、パワーをいただけるというか、うんうん、参加者のその笑顔、うん、来られる方の笑顔で、うん、僕らも元気になる、うん、そんなイベントなんで、うんまあ、だからこそみんなも一緒に楽しみながら、うん有志のボランティアの人たちが、うん、I love 横浜のグループを通じて集まってきてるのかなというのを感じます ね、うん、うすね。もうボランティアは足りてますか？大丈夫ですか？まだもう少し特にぜひ24日が平日なんで、はい、そうですよね、はいはい、ぜひ募集をしておりますので、この募集も、はい佐藤さんの方に、はい言ってもらえれば、はいご参加できるわけですね。大丈夫でございます、はい、たとえ1時間2時間でも構いませんので。そうですね、はい、スタッフとしてやるというとまたちょっと思い出もねまた違いますからね。全然違います ね、はいとねぜひそこも、うん、達成感を ね、まあねうん、ご参加していただきたいなというふうに思います。はい、あとなんか佐藤君そろそろ時間になっちゃったということなんですけど、はい、なんかあれはい、ここでも言い残したことでも何でもいいよ。せっかくなんで来年以降は、うん、また地域の方々と一緒に連携をして、うんうん、楽しんでいきたいと思っておりますので、はい、町内会とかの各お祭りであったりとか、うん、であとサンタ清掃とか中区の清掃みたいに、うん、大きなイベントも含めて、うん、いろんな方と一緒にやっていきたいと思いますので、うん、あの同じこうやる気というか、うん、燃えてる方がいましたら、うん、ぜひお声掛けいただければと思います。いいですね、一緒に燃えましょうという。いいですね。ちょっと今生放送なんて言っちゃうかもしれないけど、はい、言っちゃっていいかな。はい、どうぞ。吉田新年350周年あそうですねっていうのがですね、はい、ありますんでね、来年というか、はいまあ、再来年になるんだけど、はいまあ、来年そう多分準備期間にいろいろな人が入ってくると思うんですよ、はい、ぜひそこにはですね、うん、I love 横浜の力をですねいやぜひ借りたいなというのが多分あると思います。ここにとっては吉田新年はね、うん、もう皆さん知っているものではありますんで、はいはい、そこはぜひ楽しみながら我々もそうです、ねはい、やるという形でいきたいと思いますので、はい広がると思いますんでぜひ、はい、頑張りましょうという頑張りましょう、はい、よろしくお願いします、はいということですね、はい、本日のゲストは I love 横浜代表の佐藤勇さんでした。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。